何か残存よ。識別コードが未定です。どのように対処しますか。人工生命の名前なんてランツーでいいんじゃねえの。私たちと同じ生命なのよ。差別しないで。それなら本人に決めさせようぜ、ね、魔剣の意思を尊重してさ。人工知能にしては悪くないネーミングセンスだ。わざと言ってるでしょう。研究所の地下にこんな設備があるなんて。あれが魔剣ね。彼はもう目覚めたの？もうすぐだよ。魔剣開発は極秘じゃないのか。どうして K が？彼女は全てを見ておく必要がある。だから所長は K を呼んだのです。本当に生物なんですか？まだイマージを宿していないからね。形はあってもその心は空の状態なんだよ。だから今から魔剣にイマージュ、すなわち心を与えるのよ。心を？どうやって？一時的に魔剣の人工脳へ人間のイマージュを移すの。その刺激を受けた魔剣はイマージュ世界を構築し、結果自我を持った精神体として目覚めるわけ。勉強してきたね。未来の研究者ですから。あれ、どうして K の家庭教師がここにいるんですか？魔剣を目覚めさせるためには特定の遺伝子が必要なんだよ。ねえ、フェイさんってかっこいいよね。そう？ねえお父さん、もっと近くで見ていい？構わないよ。世界初の覚醒実験、フェイさんは怖くないの？君の父さんを信じているからね。前半の両方、魔剣のイマージュを確認。ついに目覚めるわ。